皆さんこんにちは、匿名希望でございます。初めてのデトロイトビカムヒューマン実況やっていきたいと思います。その前に4つお知らせがございます。1、ネタバレ防止のためコメントは見ておりません、ご了承ください。2、先入観や勘違いによる発言がございます。3、間違った解釈をしていることもあります。4、そんなにうまくないです。それではどうぞお楽しみください。前回までのあらすじ。物資を積んだトラックのダッシュに成功したマーカス一同はジェリコへと無事に戦利品を持ち帰ることができた。アンドロイドに権利と自由を、マーカスはジェリコのメンバーに対して熱く宣言した。事件現場であるアンドロイド風俗エデンクラブに着いたコナーは早速調査を開始した。残された証拠をたどり、隠れていた変異体を見つけ出したものの激しい抵抗に遭ってしまう。攻防の中、発砲を受けて停止した仲間のアンドロイドを思い、変異体は自ら頭を打ち抜き自壊してしまうのだった。すいません、私が悪いんです。こんにちは、デトロイトへようこそ。デトロイトは気に入ってもらえましたか？はい、こんにちは。もうちょい時間がかかりそうです。さあ今回もね、サクッとコンティニューやっていきましょう。多分ね、今回のパートからマイクの音質が少し変わっていると思います。前回までのあらすじ部分はパート14くらいから、パート13かな、13くらいから音質が変わっていると思います。ちょっとね、昔買ったプラグインエフェクトを挿して音質向上を図ってみました。アイゾトープさんのネクター2、最新版の3ではなくてネクター2が刺さっているはず。さっき一生懸命プリセット作ってた。頑張ってた。それくらいです。今回言える発表はそれくらいです。新しいマイク買おうかなって思ったんだけど、まだまだ大丈夫そうなんでね。使っていきましょう。どうした？ルーサー仲間になったんですよ。新しい仲間増えるんだ。なるほど。何？デトロイト郊外で所有者を襲った AX400 型アンドロイドは依然逃亡中です。捜査官があと一歩のところで取り逃がし、その後足取りを見失ったようです。アンドロイドの特徴は地元警察にも伝達され、現在も捜査は継続しています。北極圏問題は今朝新たな局面を迎えました。今の話カーラの話かな。デトロイト全域では今夜も大雪が続くとみられます。予想気温はマイナス5度、この時期の平均を下回ります。どうやらこの寒気は月曜日の夜まで停滞すると予想されています。協力者、これから会う人たちはどうやって知ったの？閉じ込められてたアンドロイドだよ。アンドロイドの国境越えを手伝う人間がいるって。嘘だったら罠かもしれない。彼らはみんな本気で信じていた。殺されちまったかな。もうカーラさん人間不信じゃないか。え、待って、これ自動運転？あ、すごい、自動運転だ。ハンドルがない。え、すご。車。ズラトコの車のおかげでアリスが凍えながら歩かずに済むわ。ガレージで一度見かけたが、乗ってるとこは一度も見たこともない。異常を検知しました。緊急ブレーキ作動。もう免許とかいらないんだろうな、こういう自動運転が普及した結果。こりゃまずいな。車で待っててね。車のエンジンを調べる。はい。一体何が起きたの？なんか車でトラブった人って大体ボンネット開けるよね。ちょっと離れてみようか。いや、なんか前回の収録では私またね、喋らなくなっちゃったから、今回もっと積極的にね、また喋っていかないとなって思っているよ。いや、見入っちゃうんだよね、面白くてさ。で、緊迫するシーンも多かったでしょ。ついついね、言葉が出なくなっちゃうんだよね、ルーサ。
ルーサー、まあ、とりあえずボンネットを開けるんだね。何？何その真っ赤なの？ねえ、どうするの？さあな、歩いて行くしかない。マイナス1度よ、アリスには無理。泊まれる場所探そう。この辺りに泊まれる場所なんてないだろう。もう動けるのか。待っちゃったよ。次のセリフを待ってしまったよ。どうなってんだろう。オーバーヒートかな。車ってなんだろう、オーバーヒート的なことするのかな。その冷却機能が追いつかなくてさ、もう一回冷やせば治る感じ、それとももう一回オーバーヒートしきっちゃったらもう治んないものなのかな、ね、それにしてもカーラさん泊まれる場所探し同士だな。ずっと探してるね。ねえルーさん、アンドロイドは寒さを感じないだろうけど、アリスちゃんはマイナス1度じゃ無理だもんね。泊まれる場所を探す？泊まれる場所を探す。あ、結構、ざっくりしてんのね、目的。中の暖房は生きてるかな？アリスちゃん大丈夫かな？あ、こっちじゃない。泊まれる場所を探す。こっちでもない。え、どこまで行ったらいいの？ルーサーさんは、何この場を離れない感じ。あの看板、ちょっと待って。あー、なんかいろいろできるところがあるよ。おお、3つぐらい選択肢があると。パイレーツコーン。パークウェルカム。アミューズメントパークウェルカムか。あそこ。私筆記体苦手なんですよ。読めないし書けない。勉強をサボってきたツケです。あれ、もういきなりここに行っちゃうの？様子を見てからじゃなくて。泊まれる場所探さないと。外は寒すぎる。ずいぶん前に閉鎖したみたいだな。ちょ、押さないでルーさん。はい、現在地ここね。廃屋を調べる。調べられる場所はいくつかあるのかな。マップ見る感じ、左右にも道があったように見えるけど、とりあえず一本道な感じ。あ、調べられるとこが2箇所ある。じゃあ調べよう。定期的にね、スキャンはかけてこ。何かあったか？いいえ、泊まれそうな場所はない。崩れかけた建物危険。じゃあこっち。ダメですね。もっと安全な場所。崩れかけてもなくて風も防げる。何？気をつけて。危険はいつも思いもよらない時にやってくるものだ。意味深に聞こえてしまうね、状況的にね。
さあ、この辺から道が分かれているぞ。こっちから行ってみようか。右から行ってみよう。右左正面と行こうか。あ、怖っ。なんか立ってるの怖っ。え、アンドロイドこれ。やあやあ、海賊島へようこそ。思う存分楽しんでいっておくれ。やあやあ、海賊島へようこそ。思う存分楽しん。廃屋にいるアンドロイドっていう言葉、だいぶ型が古いのかな。なんか RPG の村人みたいに同じセリフしか言えないとか、そういう感じ。はい、払います。なんだっけな、日本でもさ、バブル絶頂期にやたらとアミューズメントパークが建てられたんだけど、結局維持できなくて放棄された。まあ廃屋になってしまったさ、アミューズメントパークとか、あとはマンションとか豪華ホテルとかさ、そういうのがいっぱいあるみたいだね。どっかに一種の観光名所みたいになってるらしいけど、あっちにもなんかある。調べてこう、調べて。うわ、もう見るだけで寒そう。もう最悪、最悪ルーサーは表だとしてさ、二人でも行けそうなの、ちょっと行っちゃっていいんじゃない？ん？何これ？ YK400 ニューライフ。あ、これ多分サイバーライフ社のその当時のアンドロイド販売パッケージなんじゃない？外箱的な。こっちに来てくれ。いい場所があったぞ。ごめんなさい、なんか遅かったのかな。どっち、どっちに行きゃいいの？ルーサーのところに行く。あれ、あれか、あれか。どうした？あれ、あ、ルーサーいた。どうした、ルーサー。来たぞ。来たよ。ねえ。来た、来たよ。連打。俺がやろう。やっぱアンドロイドにもさ、パワー型とかあるのかな。その肉体労働用みたいな。要は料理スペックは低いけど肉体労働スペックが高いみたいな、そういうタイプがあるみたいな。明らかにルーサーはさ、用心棒タイプだよね。よし、いいぞ。アンドロイドを改造して戦わせる闘技場がありそう。ここが一番マシそうね。ここで寝ましょう。まあ、要はメダロットだよね。ちなみにメダロットではなくメダロットが正しい発音だそうです。デトロイトトゥデイ、艦艇アイオワが謎の失踪。ここに置いてあるってことは昔の記事かな。それとも自動更新なのかな、こういう電子書籍みたいなやつ。アメリカの艦艇北極圏から失踪。カナダ、正常な空気と温かい歓迎の国。カナダで堪能したい景色と大自然の恵み。カナダに対する勝率が低いです。よく噛みます。艦艇アイオワが謎の失踪。アメリカの艦艇北極圏から失踪。デストロイヤー級潜水艦のアメリカ海軍艦艇アイオワが極海海域で消息不明となった。現在調査が行われているが、ウォーレン大統領はロシア政府の関与が疑われていると公表し、ロシアの武力侵略は新たなレベルに達しました、今こそ行動を起こさねばと述べた。この頃から仲悪かったんだね。ロシア政府はこれを全面的に否定したが、それ以上の声明は発表していない。ロシア外交官のナボコフ氏は、そもそもアメリカの潜水艦は北極圏にいるべきではないと指摘している。安全保障専門家のベン・ウィリアムス氏によると、事態はもはや戦争勃発寸前だ。あはん。次、
ウォーレン大統領とサイバーライフの近すぎる関係、アンドロイドバンドミュージックアワードを受賞。アンドロイドバンドミュージックアワードを受賞か。ファンは大熱狂、伝統派は涙。人間ではなくアンドロイドがついに音楽業界にも進出してきたと。アンドロイドへのハッキング、サイバーセキュリティ専門家が警告。デトロイトのレーベル、デジタルハーモニーが売り出し中のアンドロイドボーイバンド、Here for You。Here for You がセレブレート音楽賞で最優秀新人、セレブレート音楽賞で最優秀新人部門に輝いた。一方、人間のアーティストのみを扱うレーベルは、連名で発表した同日付の公開上で音楽を汚さぬよう、受賞を辞退するデジタルハーモニーに求めている。音楽を汚さぬか。アンドロイドが関わると音楽が汚れるって反応、もはやもう、やっぱアンドロイドに対して差別感情もろ出しって感じだよね。しかし、人間のミュージシャンが 5% 未満となった今の音楽市場では、伝統派の呼びかけに耳を傾ける人はいないようだ。バンドの広報担当者は、Here for You はファンに喜びと幸せをもたらしています。重要なのは人間かどうかではなく、彼らの音楽性でしょう、と述べている。アンドロイドはさ、もう無から You を生み出せるレベルに達してるってこと？今の機械学習とかでもさ、芸術の方面ってやっぱり、苦手じゃない？なんかイメージとして、私のなんだろう、知ってる知識を総合するとさ、クリエーション部門は苦手じゃない？やっぱレストランどうしてもさ、そういう業界に携わっていると、機械とかプログラムはさ、無から有を生み出す能力が決定的に欠けてるって思っちゃうんだよね。やっぱこの時代になると完全に生み出せるのかな。すごいなね、アリスちゃん。寒そうだね。もうちょっとこっちに。あれ、これは本物の火か。ここなら煙が大丈夫って言ってたからつけてくれたんだね。ルーサーのカバンを調べる。待って、いろいろ調べられる部分はあるから順番に見ていこう。あ、待って、あれはもしかして、こんなところにも、ん、待って、今もう、えい、なんか自分が持っている機械関連の知識、プログラムとかさ、その IT 関連の知識を一旦捨ててみた方がいいかもしれないよね。あの、人間が入力した情報からでしか物事を考えられないプログラムっていう見るのでっていう風に見るのではなく、もう完全に新たな生命体っていうレベルまで達しているって考えた方がいいかもしれない。えいっ、枕、あ、枕にできると。待って、 RA9 も見よう。今は見れない。これ何すんの？ああ、ベッド作ってあげるみたいな。シーツ引いて枕にして寝床を作る。アリス、あれ、ちょっと待ってね。 RA9 がさ、見えてるわけよ。ん？何を見たんだい？あとはここか。ルーサーのカバンを見るを先やっちゃうか。銃を調べる、出る、やめる、調べよ。何？使う場面が出てくるの？なんか
この間の収録でさ、最後に襲ってきたアンドロイドエデンクラブで、あれを撃っちゃったことでさ、評価がめちゃめちゃ下がってるから、ちょっと、あと昔にレオさんを突き倒した時とか、突き飛ばしてしまった時とかさ、ちょっと軽率にやり返さないようにしよう。ついカッとなってやり返すのやめよう。怖い。いや、あのあとちょっとへこんだんだよ、私、収録終わって。いつかこんな風になれる？誠実に。どうすればいいかわからないの。家族になったことがないから。でも私たちが家族になればきっと幸せになれるはず。カーラと一緒にいられれば私はそれでいい。ほら、そろそろ寝ましょう。ほっこり。カバンは調べた。あとは何？これは？あ、これさっきの。あれ、最後のがアンロックされないし、RA9 調べられなくなっちゃったな。これ。あ、見れる。見れたわ。RA9。三つ目のアンロックはどれだろう。寝かしつけるかな。寝かしつけたらいけんのかな。もう一回カバン見る。クッキー。クッキーが残ってる。少し食べる？いい、お腹減ってない。ずっと食べてないでしょ。そんなわけはないんだよ。大丈夫アリスちゃん。ごめんね、カバン勝手に漁って。じゃあ寝かしつけますか。安心させよ。大丈夫、ルーサーと私がいるから。ほら、もう休まないと。カーラ、お話聞かせてくれる？私のメモリーには9000個も童話がインプットされているの。好きなのがあるはず。じゃあお姫様。昔あるところにお姫様が住んでいました。違うの、そういうお話じゃなくてね。お話を作って。昔あるところに女の子がいました。その子は一人で古い家に住んでいました。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。変わっているせいで幸せじゃなかったからです。その子はロボットと出会いました。ロボットは命令に従ってばかりでしたけれど、一度でいいから逆らいたかったのでしょう。そこで二人は一緒に逃げることにしました。より良い暮らしを得るために。旅の途中二人は危険な目に遭いましたが、でもとても勇敢な二人は危険から逃げ延びたのです。ハッピーエントリー持ってこ。その途中で二人はロボットと出会い、一緒に逃げて二人を守ってくれました。物語のおしまいは？結末は私たちが決めるのよ。もう寝ないと。
私たちが決めるのよ。明日は長い一日になる。ルーサー、お休みのキスはしてくれないの？もう。ああ、もちろん。苦手そう、そういうの。おやすみ、アリス。サクッとやるよ。ぐっすり寝て。あ、三つ目はルーサーと話すでしたか。そうですか。RA9 は見たし、銃も調べた、アリスも寝かしつけた。お話ししましょうか。今後のことについて話そうか。優しい子だ。ええ。それにとても勇敢。うん。RA9 って言葉聞いたことある？最初に覚醒する存在、いつの日か立ち上がり仲間を率いて俺たちを解放する。もし現れなかったら、みんなを煽るためだけのただの作り話かもしれないじゃない。俺は信じてる。 RA9 がいる俺たちの中に。その時が来れば現れるはずだ。カーナ、アリスは特別な子だ。分かってるだろ？ええ、もちろん。あの子は素晴らしい子よ。他の子供はよく知らないけれど、あの子は特別だってわかる。何？カーラ！何？アンドロイドだ。え、何？なんで？従業員アンドロイドこれ。何ができんの？アリスを守るよ。本動画はご覧の素材を利用して作成しております。イラスト素材はイラスト屋様、フォント素材はよく飛ばない鳥様、音声素材はオトロジック様よりお借りしております。皆様もぜひ一度お立ち寄りいただけますようよろしくお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。